はいどうも、ホルモン島田チャンネルのうっちゃ島田です。皆さんソースといえばどこのブランドが好きですか？ブルドッグ、オタフク、カゴメ、イカリなど様々なブランドがあります。さらにとんかつソース、中濃ソース、ウスターソース、最近ではお好み焼きや焼きそばなど用途の細分化も進んでいます。今日はウスターソースを作っています。それでは早速やっていきましょう。以前、トンカツソース、中濃ソース、ウスターソースの違いについて動画にしたことがあります。結構コメントとかでも皆さんソースのこだわりや地域によってメーカーのこだわりがあって面白かったです。自分がいる群馬県でも色々な種類のソースがありますが、どこのスーパーでも必ず売っている定番といえば、このブルドッグソースです。今日はこのウスターソースを作ります。何気なく使っているけど、ソースが何からできているか知らない人もきっと多いですよね。メーカーなどによってもソースの材料の種類は様々です。ウスターソースの発祥はイギリスのウスターシャー州です。ウスターシャー州のソースなのでウスターソースです。ウスターシャーの名前をソースに初めて冠したのは薬剤師のジョン・リーとウィリアム・ペリンズが設立したリー&ペリンソースと言われています。ソースの試作を何度も繰り返しましたが、思ったような味が当初はできず、失敗作の樽詰めされたソースは地下室に放棄されてしまいます。数年後、貯蔵エリアにスペースを作ろうと片付けをしている時に、再度数年前に仕込んだソースを味見してみると、美味しいソースが出来上がっていることを発見し、商品化されました。意図せずに放置したことでソースの熟成が進み、味わいが良くなったなんて偶然ですね。こういった熟成とか発酵した食べ物の発祥って、間違って放置していたら美味しくなったみたいな話って結構多いですよね。もしかしたら皆さんの家の冷蔵庫の奥深くに、知らず知らずのうちに熟成されて美味しくなっている食べ物があるかもしれません。というのは冗談なので、決して腐ったものや消費期限の過ぎたものは食べたりしないように注意しましょう。興味で口にするのは自己責任でお願いします。ということで、ソースの材料を集めてみました。今日使う材料はこちらです。先ほどのブルドッグソースは原材料を見てみると、トマトや人参、リンゴ、レモンなども使われていました。今回作るウスターソースはより本場に近づけるために、タマリンドなどを使って酸味をつけます。イギリスのウスターソースはアンチョビなどが使われたりします。先ほどのブルドッグソースには煮干しエキスが入っていたので、それが魚の風味をつけていそうです。酢はホワイトビネガーやモルトビネガーなどを使うことが多いですが、今回は穀物酢で作ります。ソースを作る上でスパイスは欠かせません。今日はシナモン、カルダモン、唐辛子、クローブ、マスタード、ブラックペッパーを使います。先ほどのソースには香辛料でひとまとめだったので、詳しくは何が入っているかわかりませんが、ピリッとした辛さや芳醇な甘い香りはきっとスパイス由来の香りですね。まずはレーズンにお湯を注ぎ、15分くらい置いて柔らかくします。水気を切っておきます。次にニンニク、玉ねぎ、生姜をカットします。ミキサーにかけるので適当で大丈夫です。ミキサーにレーズン、カットした具材を入れて、タマリンドペースト、アンチョビ、酢を加えて細かくします。ミキサーにかけた液体をザルでこします。こした液体に酢、ブラウンシュガー、カルダモン、塩、マスタード、ブラックペッパー、クローブ、チリフレーク、シナモンパウダーを加えて一煮立ちさせます。一煮立ちしたら火を止めて、粗熱が取れたら煮沸消毒をした容器に液体を入れて蓋をして、1ヶ月日の当たらない涼しいところで熟成させます。ということで、1ヶ月熟成が終わったものがこちらです。上の方が少し澄んだ液体で2層になっています。この液体をさらにこしてソースの完成です。一度蓋を開けて匂いを嗅いでみましょう。あー、ソースだ、ソース。これは完全にソースです。ソースの甘いスパイシーな香りを感じます。結構クローブの香りが強めですね。それでは、ザルでこしていきましょう。いつも使っているソースに比べて、若干濁ったような見た目をしています。本音を言うと、あまり見た目は良くないですね。味がどうなのか、出来たてを味見してみます。酸味がいつものソースより強めです。タマリンドのフレッシュな酸味が効いています。あとはそれぞれのスパイスの風味が邪魔をせずに一体となっています。これが何と言われたら、完全にウスターソースです。アンチョビや玉ねぎ、ニンニクの旨味、ブラックペッパー、唐辛子のピリッとした辛さもいいアクセントです。それでは軽く料理を作ってソースを食べてみましょう。スペアリブのソース煮を作ります。まずは鍋に水、スペアリブ、生姜、ネギ、酒を加えて30分くらいアクを取りながら煮込んでいきます。
鍋を新しくしてスペアリブを戻し入れ、先ほどの煮汁、ウスターソース、ブラウンシュガー、味噌、ゆで卵を加えて中火で煮詰めていきます。汁気がなくなってきたら火を止めて火から下ろします。次にソースといったら揚げ物ですよね。とんかつを作ります。豚のロースの筋切りをします。両面に塩コショウを振って下味をつけます。小麦粉、卵、パン粉の順で衣をつけます。180度くらいの油で5分くらい揚げていきます。あとはそれぞれお皿に盛り付けて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はスーパーで見かけた新商品が気になったので買ってきました。ジャックダニエル&コカコーラのジャックコークを飲んでみます。こんなの買っちゃいますよね。パッと見黒い缶だったからゼロコーラかと思いましたが、まさかのジャックダニエルとのコラボ商品です。家とかで自作したことある人もいると思いますが、こうやって商品になるのは驚きです。ジャックダニエルはアメリカを代表するウイスキーです。コーラの甘さとウイスキーの風味をしっかりと感じれます。後味はすっきりとしていて、これからの暑い季節にもぴったりです。それではソースをかけて、まずはとんかつから食べてみます。とんかつにかけてもソースとしての役割をしっかりと果たしています。この強めの酸味が油っぽいとんかつとバッチリです。甘すぎるソースってちょっと苦手なので、適度な酸味やスパイシーさがあると自分好みですね。クラフトコーラを飲んだ後のような複雑なスパイスの組み合わせの余韻が残ります。普段そこまでソースに対して向き合ってなかったので気づきませんでしたが、実はソースっていろいろな味が含まれていますね。次はスペアリブのウスターソース煮込みです。ソースで煮込むことで肉も柔らかく煮込まれています。ソースで煮込むと考えると不思議な感じしますが、様々な野菜やスパイスで煮込んだスペアリブと考えたら違和感ないですね。おしゃれな一品です。バーベキューソースとかに混ぜ合わせて炭火で焼いたりしても合いそうです。これはきっと料理に隠し味とかで使うだけで、一気に料理が本格的に変身しますね。今までソースはかけるものでしたが、海外のレシピでよくウスターソースが料理の味付けで使われているのも納得です。万能調味料なのかもしれません。これを入れるだけで料理がワンランクアップします。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ウスターソースいかがでしたか？こんなお金も時間もかかる調味料がスーパーで数百円で買えるなんてありがたいですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。